クーパー T86 は、クーパーによって開発されたフォーミュラワンカー。1967年から1969年の F1 世界選手権に投入された。T86 バイト及び T86C は異なるエンジンを搭載されたマシンであったが、いずれもクーパーの運命を復活させることはできなかった。T86 はクーパーにとって最後の F1 カーとなった。 クーパー T81 は1966年に登場した時にはかなりの成功を収めたが、1967年中頃には他チームの新車に追いつかれていた。新型の T86 はクーパーのエースドライバー、ヨッヘン・リントのために製作され、イギリスグランプリにデビューした。細く低く軽い車にはエレクトロン合金が使用され、 ギアレバーの周囲はコブをつけて膨らませたことでギアチェンジが容易になったが、これは1970年代に入るとシングルシーターのレーシングカーではよく見られるようになった。新しいシャシーは T81 より約112ポンド軽くなっていたが、車重はマセラティ製 V12 エンジンのためにまだ重かった。このエンジンは10年前に2.5リッターでフォーミュラ1に登場したものであった。 車は高速でフロント部分が浮き上がる傾向が判明したが、イタリアグランプリに先立ってノーズ部分に小さなスポイラーを装着することで修正された。アメリカグランプリではジャッキー・イクスがドライブし、翌1968年には1966年、イタリアングランプリで優勝経験を持つルドビコス・カルフィオッティが開幕から参戦で使用したが、これが T86 にとって、 ワークスチームによる最後のレースとなった。T86 は1968年の残りには使用されなかったが、1969年にはコリン・クラップが購入した。クラップはビッグ・エル・フォードを起用し、インターナショナルトロフィーに出場させた。ノンタイトル戦のマドリードグランプリにはニール・コーナーが起用されたが、モナコグランプリにはエル・フォードが復帰した。 このグランプリで、エルフォードは予選を再開で通過、決勝はトップから6周遅れの7位に終わった。クーパーにとってこれが、最後の F1 レースとなった。クラップは、マクラーレン M7 バイトを購入し、エルフォードは、次戦オランダからはこちらを使用した。1968年年シーズン、老朽化したマセラティエンジンに変えて、BRM の V12 エンジンを搭載した T86。 B スペックが制作された。最初は2台が制作されたが、ブライアン・レッドマンがスパでクラッシュした後、3台目が制作された。これらの T86 バイトは、クーパーのワークスチームが使用した。クーパーが使用した BRM エンジンは、パワフルなスポーツカーバージョンであったが、すでにグリッド状の車の中で最も重いエンジンであった。 スペイングランプリ及びモナコグランプリでは他チームの低い信頼性に助けられ連続で3位と4位を獲得したがシーズンが進むにつれて成績は徐々に滑り落ちていった。クーパーはスポンサーの支援なしに会一で活動し続けることができず1968年シーズンをもって撤退することを決定した。2台の T86 バイトは競売にかけられた。 最初の T86 バイトは、イギリスのヒルクライムとクラブレースで、いくつかの成功を収めた、マーティン・ブレインが買収したが、ブレインは1970年にシルバーストーンで、行われたフォーミュラリブレのレースでコースを外れマシンが、反転し、自己死した。1968年に製作された3代目の T86 は、3リッターのアルファロメオ製、V8 エンジンが搭載された。 C スペックであった。このエンジンは T ポ33で使用されたエンジンで、クーパーは BRM に変えて、これを搭載することを視野に入れていた。ルシアン・ビアンキがブランズハッチとモンサでドライブしたが、アルファ・ロメオはテストで彼らの V8 エンジンがひどく、パワー不足なことが判明し、ベンチテストでも失敗したことで、サポートから撤退したため決勝に出走することはできなかった。 アルファロメオは、その後、V8 エンジンを1970年に、マクラーレンに供給し、1971年には、マーチに供給した。T86 のシャシーは後に、介護専用に回収されて5リッターのフォード V8 を搭載、1970年にフレッドプレイスのドライブで11戦に出場したが、成功することはなかった。翌年、マシンは、スペアエンジンともに盗難され、 介護戦選手権に出場することはできなかったが、後に回収されている。それ以来、この車はアルファロメオ製 V8 を搭載したオリジナルの状態に復元され、ヒストリックレースに定期的に参加している。1クーパー T81 及びクーパー T81 バイトによるポイントも含む、ありがとうございます。